こちらにですね、先ほどの本所領国というものがございましたけども、はい、でこれをですね、実はページめくるどうなるかというとですね、ここ実はオードブっていう漢字があって、ここにルビがついてたんですけども、なぜかあのルビが表示だけされないだけならともかく、ルビがついてた文字ごと消えちゃったんですね。でこれうちのデータが悪いのかというとですね、そんなわけでもなく、他のリーダーではほとんど出ます。例えばですね、こちらにこれ先ほどありましたけども、 Firefox のアドオンで EPUB リーダーっていうのがあるんですけども、こちらで見ますと、はい、こんなようにですね、ちゃんと Ruby が出ていると。あとですね、先ほどのピーター・ブラントリーさんという方がいらっしゃいましたが、その他に、弊社一緒にやっている、スリープレスという会社があるんですけども、こちらでこのアイビスリーダーというのがあります。これさっきのピーターの話の中にもあったと思うんですけども、これで今の同じものを読んでみます。本当はブックで、はい、こちらですね、ウェブブラウザをベースにした EPUB リーダーなんですけども、これで見ますとね、よいしょ、このはい、そうです。で、中をちょっとご覧いただきたいんですけども、はい、まあ、このようにこちらもちゃんと Ruby が出ています。まあ、こんな形でですね、実は Ruby が出たり出なかったりするのもあるんですが、まあこれやっぱりEPUB の方できちんとした Ruby の、まあ規格はない、それを CS やってる、まあ、そういうせいもあるんですけども、まあ、そんなこともありまして、まあ、今のところ、まあ、日本語について、今後ちょっと不透明なところもあるというところで、まあ、ドットブックで作っていただければ、この辺は、とりあえず解決するかなというところがあります。で、ですね、ちょっと今私先走って言っちゃいましたけど、ドットブックで作っていただければ解決するとは何を言いたかったかと言いますと、実は慌てて、今の形で EPUB で日本語のものを作る必要はないんじゃないかなと思います。もちろん iBooks なんかもあるわけですから、横書きで十分、かつ Ruby もいらない、そういうものはもう作ってもいいと思います。ただまあやっぱり縦書きで、あるいは Ruby でとか、その他日本語の特別な、レイアウトをしている、そういったものの場合にはまず構造化されたテキストとして持つことが重要であると。でドットブックというものは構造化されたテキストで持っていますので、それで作ってあれば将来 EPUB がきちんとした日本語対応ができたときにはそちらの方に簡単に変換ができるということになります。で構造化されたテキストというのはどういうことかと申しますと、まずですね、このページご覧いただきたいんですけど、ここはですね、まあ扉なんですが、扉のところはここ見出しが使われてるんですね。で見出し、これはワープロなんかをお使いの方、これ例えばスタイルというものを使って見出しとして、定義する、こともありますけども、どうせ印刷しちゃうんだからいいやという形で単に文字を大きくしてゴシックにするだけ、そんな形でする方もいらっしゃるかと思いますが、それやっちゃダメなんですね。というのは実はこれ単に太字じゃなくって、ここは見出しですと。実際この中は早々後でご覧いただきますけども、ここには見出しのタグが入っています。でこれ例えばインデザインの中で作るときにも、あれもスタイルパレットというものがあって、スタイルを使ってキーストできるんですが、どうせ印刷するんだからいいやって形であそこ太字でしちゃうなんてことをしてると使えません。必ず例えばここは見出し、見出しでも例えば小公説とかっていうような段階的な見出しがあると思いますけども、例えば小であったら、はい、すいません、早々ご覧いただくというですね、だんだん大胆なことをしておりますけども、はい、章であったら H1 というですね、レベル1の見出しをつけると。こういうようなことをしていく。単に文字を大きくしたり、ゴシックするだけではダメなんですね。ね、こちらの方に H1 という見出しがついてます。まあ、このような形で、必ず見出しには見出しタグをつける。例えばこれが小であれば H1、こうであれば H2 とつける。で、Ruby にはきちんと Ruby タグをつける。あるいはインデントもですね、頭、自作業するんだから頭スペースペンペンペンと入れて、開業で調整してまた頭ペンペンペンとスペース入れると。これやっちゃダメです。
あくまでもインデントするんだったらば何文字インデントするっていうことの法則で入れると。よくですねこれ電子出版やりたいという方でデータを送っていただく方いるんですけども、送られてきた中にですね最後の行が必ず20文字で開業がペンペンペン入ってて、頭のところにはスペースがペンペンペンと入ってて、でセンタリングも頭10文字スペースでセンタリングとあるんですけど、これをやっちゃうと他のフォーマットでコンバートってなかなか難しいんですね。で必ず例えばセンタリングだったらばセンターってタグを使ってセンタリングすると、右押しだったらこれもスペースじゃなくてあくまでも右寄せってタグを使って寄せると。このタグの書き方は例えばティータイムだったらこんなタグあるし、インデンさんだったらこういう書き方あると、そういう形で必ずタグをつけておけば、でこちらがですね今そういった、ドットブックの方のソースなんですが、それを、コンバートしてみたのがこちらの、EPUB のファイルです。まあやっぱりですね、ここやっぱり H1 という見出しついているように、こういうふうに見出しだったら見出しとして持っていくということが比較的簡単に行えますので、こんな形のデータを作っていただければ、将来 EPUB、 もし将来 EPUB が、日本語の標準になった時であってもドットブックをきれいに作っていただくと、それが、簡単に EPUB を持っていけるという形で、まあ、弊社手前ミスでございますけども、今は日本語の方はドットブックを作っていただけるとなかなかいいんではないかなということを推奨したいと思いましてお話しします。ここまでどうもありがとうございました。非常に控えめな我が社の宣伝でしたけど、まあ控えめになるっていうのはそれだけ恐ろしさも知ってきたし、ずいぶんいい加減なこともしてきたっていう、まあ罪の意識もないわけじゃないんですよ。あんまりえばってですねこうだこうだっていうようなものじゃなかったなと思います。蛍の光が流れてきたんで、もう一度この表紙をご覧いただきたいと思います。そして船は行くです。どうかですねこの船に乗って、デジタルの海をご一緒に渡っていきたいと思います。皆さん本当にどうもありがとうございました。